まずチャンピオンです。このクラス最強を辞任しますマーク・ジョンソンです。ホームタウンはアメリカ・ワシントン DC、 年齢は27歳です。90年にプロデビュー後、93年後の WBO 世界フライ級チャンピオンアルベルト・ヒメネスに判定勝ち。94年には元 WBO 世界スーパーフライ級チャンピオンホセ・キリノに、95年には元 WBO 世界ライトフライ級チャンピオンホスエ・カマチョにそれぞれ KO 勝ちしています。そして96年フランシスコ・テヘドールを1回わずか95秒、衝撃的なノックアウトで下し、9位だった IBF 世界フライ級タイトルを獲得。これまで6度防衛に成功しています。成績は36戦35勝1敗、35勝のうち25の KO 勝ちがあります。挑戦者はパワーに定評のあるテクニシャンホセ・ラウレアノ。ホームタウンはプエルトリコ・グアイナボ、年齢は25歳です。94年ラファエル・コロンに1回 KO 勝ちでプロデビュー。95年マヌエル・ヘスス・エレラの持つ中米カリブライトフライ級タイトルに挑戦しますが判定負け。96年にはタイのヌンディオー・サクチャルポンの持つ WBU ライトフライ級タイトルに挑戦しますが10回 TKO 負け。そして97年マルコス・パチェコに判定勝ちし、空位の中米カリブライトフライ級タイトルを取り、一度防衛に成功、初の世界挑戦のチャンスを手に入れました。今回10ヶ月ぶりの試合となります。戦績は19戦15勝3敗1引き分け、15勝のうち8つの KO 勝ちがあります。チャンピオンが7度目の防衛戦を迎えます。はい、挑戦者が今ね10ヶ月ぶりとおっしゃいましたけれども、はい、チャンピオンの方は小泉さん、1ヶ月半足らず40日のインターバルなんですが、すごいですねこれも。まあ、アメリカではですね、まあ、非常に間隔短く戦うチャンピオン、ファイティングチャンピオンというんですけど、はいはい、マーク・ジョンソンまさにそれですね。ですね。まあ、このクラス最強と、まあ、辞任、まあ、他も認めているという形ですよね現在に至っては。まあ、そうですね、世界的な評価非常に高いですよね、マーク・ジョンソン、はい。さあ、そんなマーク・ジョンソンとホセ・ラウレアーノですけれども、浜田さん、はい、どのいう試合どういったところを見ようところ、まあ、やっぱりチャンピオンのマーク・ジョンソン、さっき言った軽量級のボクシングを変えてきた、うん、選手の一人だと思うんですね。そうですよね。まあ、やっぱり軽量級でも見せ場を作ると、パンチ力があると、そういうところみたいですね。ということで、この選手もサウスポーなんですね、はい、7度目の防衛戦になります。はい、早速ご覧いただきましょう。この試合は9月4日アメリカニュージャージー州アトランティックシティ、トランプタージマハルで行われました一戦です。でこの試合ハイライトでご覧いただきます。どうぞ。And now, ladies and gentlemen, we come to our feature bout of the evening, as sanctioned by the IBF, International Boxing Federation, and the New Jersey State Athletic Commission. Commissioner present is the Honorable Larry Hazard, Sr. New Jersey State Athletic Commission members include the Honorable Chairman, Mr. Gerald Gormley, and board members Gary Shaw and Stephen Katz. The IBF supervisor present at ringside is Ms. Marion Mohammed. Keeping the time for this 12-round encounter is Mr. Roosevelt Gilbert. The physicians at ringside tonight includes doctors Earl Shaw, Eric Wormser, Charles Wilson, and Joseph Feary. And the man in the middle giving the instructions after the introductions, controlling the mayhem in the middle,is a referee Michael Ortega. Introducing the principals. First, he's fighting out of the red corner. He's wearing the colors of the Puerto Rican national flag, red, white, and blue. He weighed in at an even 111 pounds. His professional record, 15 victories against only 3 defeats, 1 draw with 8 big KOs to his credit. Ladies and gentlemen, here is the number 8th rated contender in the world by the IBF from Guaynabo, Puerto Rico. Please welcome Jose Giovanni Laureano. 挑戦者ランキングは8位です。プエルトリコ、ホセ・ラウレアーノ。He was wearing the black, red, and gold trim. This gentleman weighed in. あれ分かりますか？2シャープって書いてあるんです。はい、2シャープのことなんですね。はい。相手にとってあまりにシャープだって35 against one disputed loss with 25 big KOs to his credit, and he's being called pound for pound among the very best in the world today. Ladies and gentlemen, hailing from the nation's capital of Washington, D.C., please welcome the reigning
チャンピオンは7度目の防衛戦です、マーク・ジョンソン、まあ、ベストのパウンド・フォー・パウンドだというリングアナウンスもありました。レフェリーはマイケル・オルテガです。 IBF 世界フライ級のタイトルマッチ12回戦、マーク・ジョンソン対ホセ・ラウレアーノ。さあ浜さん、はい、改めてワンポイントだけどこに注目されますか。まあマーク・ジョンソンのパンチ力か、はい、ラウレアーノのうまさかというところなんですけどね、ただやっぱり今の軽量級はうまさだけじゃ通用しない時代になってきたことは事実ですね。なるほどね。今数字が出ています。第1ラウンドのノックアウトはかつてマーク・ジョンソンが7つ、そしてラウレアーノが4つあるという数字が出ていました。さあ試合が始まっています。赤のトランクスが挑戦者ラウレアーノ、黒のトランクスがチャンピオンマーク・ジョンソンです。まあフライ級のリミットっていうのは 50.8 キロなんですけれど、はい、ちょっと挑戦者側に有利な情報がありまして、はい、そのチャンピオンですね、その4ポンドウェイトオーバーしてて、それでサウナブロで急速に落としたらしいんですね。でチャンピオンのコンディションがちょっと危惧されてるんですけれど、はい、まあ、前日の計量だということなんですが、小泉さん、あのトレーナーから見たら4ポンド前日オーバーというのはどうなんですか、計量時点で。だから絞り切った体での4ポンドっていうのはですね、非常に厳しいですよね。いや無理あります、はい、だから一種の脱水状態を招くわけですよね、はい、その後のその水分ミネラルの補給っていうのが大事になってくるんですけどね、まあ、そうです。いいボディですね。いいタイミングでしたね。今入ってくるところ左で迎え撃ちました、トゥーシャープマーク・ジョンソン。そして浜田さん、はい、あのその計量、まあ、合格はしたんですけれども、はい、4ポンドオーバー、それに加えて先ほども言いました40日のインターバル、前は確かあの12ラウンドやってますからね。まあそうですね、そういった面では、まあ、タフということも言えるわけでしょうけど、まあ本当にハードのスケジュールですね。そうですね。前回6度目の防衛戦、これはご覧いただきましたがルイス・ロロン戦12ラウンド判定勝ちを収めています。あの打たれないというのは条件なんですけどね、はい、打たれなくても12ラウンドというのは大変なことですからね。そうそうね、これはもう軽量級重力関係なく12ラウンドはやっぱ大変でしょうからね。いや大変ですよ。見事します。これで打たれたんだったら到底できない日数ですね、なるほどね。35勝のうち25 KO 勝ち、この軽量級フライ級にありまして 69%、まあ、およそ 70% のノックアウト率を誇りますマーク・ジョンソン。バックから左ボディですね。すぐ伸びていきます、押していきます、プレッシャーをかけますマーク・ジョンソン。これがプロ20戦目になります。プエルトリカンのラウレアーノ、赤のトランクス、世界初挑戦。シャープなところを見せていきます。シャープだけではありません、パワーを持っています。見逃しました。小泉さん、あの従来の軽量級、このフライ級の選手と一番違う点はどういったところが違う、また変えてきたと言われたところなんでしょう、このジョンソンと。やはりですね、まあ、軽量級ではスピードとタイミングでですね、はい、やはりその、まあ、ミートするってジャストミートって言いますかね、当てることの方が主体だったですね、はい、ところがですね、この選手はパンチ打ち切りますね、フォロースルーがやっぱり強いですよ。しかもスピーディーだと。そうなんですね。いうことですね。一発で倒す力があるっていうのはですね、まあクラスは一つ下であったんですけどね、マイケル・カルバハルに通じるところがありますね。なるほどなるほど。ゴングです。この試合第1ラウンドを終えています。まあ、あの有効なクリーンヒットの差でですね、これチャンピオンマーク・ジョンソンのラウンドですね。10対9です、はい、浜さん、第1ラウンドの両者の印象というのはどういうふうに映りました。まあ、やっぱりマーク・ジョンソン自信満々ですね、さあ打つなら打ってこいというふうな追い方ですからね、相手とすれば打ったにしてもマーク・ジョンソンにはパンチが効きそうないなという下がり方ですね。あ、ジョンソンに声援が飛んでいます。アメリカニュージャージー州アトランティックシティ、トランプタージマハールで行われています。この試合のルールですが申し遅れました、3ノックダウンルールは敷いておりません。そしてどのラウンドもゴングには助けられません。さあハイライトでご覧いただいています。第4ラウンドご覧いただきましょう。小泉さん、2ラウンド3ラウンドはどういうラウンドだったんでしょうか。やはりあのマーク・ジョンソンがですねプレッシャーかけてですねポイント取ってますね。はい、あーおっとバッティング、レフリーが1回中に入っただけです。これ時計を止めましたか。
ちょっとその試合の進行を止めてですね、はい、両者に休息時間を与えてますね、はい、ドクター。マーク・ジョンソンは今おでこのあたりは押さえてましたかね、目のあたりだったんでしょうか、傷にはなっています。あ、 VTR でちょっと確認。あ、まあ、マーク・ジョンソン有利なぶつけ方ですね、今のはね、はい、あ、切ったかもしれませんね、挑戦者。あ、切りましたかね。あ、これは圧倒的にジョンソンが有利な形で当たったわけです。この角度では、うん、そうですよね、これはね、まあ、オーバーに痛いふりをしたんじゃないですかね。自分も被害者なんだと、そういうことですね、そういう感じでしょう。さあ、どうやら再開できそうです。第4ラウンド続行します。 IBF 世界フライ級のタイトルマッチ12回戦。立てで弾き飛ばします。あ、ちょっと右返してきました。早いですね、今のはですね、サウスポーの、まあ、有利なボディから右フックの返し方なんですね、はい、今のはやっぱりみんなサウスポーは練習するやり方なんですけどね、なかなかできないですね、両者の身長はご覧いただいて大体わかるように同じです。5フィート3インチ160センチです。軽量ではマーク・ジョンソンがちょっと苦労しましたけれども、結局パスしまして112パウンドリミットです。 50.8キロ。 一方ラウレアーノ、前日の軽量では1パウンド軽く出来上がりました。111パウンド 50.3 キロです。まあ、ジョンソンも前にサウナで落としたにしても、はい、前日軽量というのは今相当助かっていますね。そうでしょうね、やっぱり、ね、当日だったらこれ相当不利な材料ですよ、これ当日この日のウエイトというのはまた膨らんでいますでしょうからね、当然それで食べて寝れますからね、時間がある、ある分回復しますから、はい、まあ、それは挑戦者にも言えることでありますが、状況を考えますとはるかにチャンピオンに有利に働いたのではないでしょうか。左を返していきます。浜さん、だいぶ挑戦者押されてますね。おっと、ジョンソンが結構打ち方を強めてきましたね、まあ、ノックアウト狙ってきたと言っていいでしょうね。なるほど、激しいプレスをかけます。さあ、ラッシュしていくのか、まだチャンスを伺っています。しかし徐々にその強さが高まっています。 IBF 世界フライ級のタイトルマッチです。トゥーシャーク、マーク・ジョンソン、右相打ちになりました。この辺は当たっていません。プロ37戦目のマーク・ジョンソン、7度目の防衛戦です。このクラス最強という呼び声高いマーク・ジョンソン、 IBF のチャンピオンです。ジョンソンのいい追い方ですね、はい、右を出していきました。この追い方されると挑戦者とすればロープから逃げ切れないですね。あ、なるほどね。今コーナーに入ってしまいました。ちょっと出ていきません。1回押してそして右に移動していきます。しかしロープに捕まったままです。ゴングです。第4ラウンド終えました。まあ、このラウンドもですね、構成を取り続けてその相手により多くの有効なクリーンヒットを当ててるこのチャンピオンマーク・ジョンソンのラウンドですね、はい、浜さん、前回ルイス・ロロン戦、はい、6度目の防衛戦ですね、これ放送しているんですけれども、あれはですね、確か前半ハイペースだったんですが、後半ちょっと息切れしたのかなという印象があったんですが、どう、まあ、実戦がちょっと後半休んだという状態もありましたけどね、はいはい、そういった面では、まあ、試合慣れというんですかね、試合の運び方はうまいところはありますね。あ、まあ、ね、ノックアウトをしなくてもいいというふうに急に、トーンダウンですかね、なるほど、そういうところはありましたね。ただこの選手ノックアウトを狙う体勢というのは、やっぱりお客さん引きつけるところはありますね。そうですよね、かなり熱い声援も飛んでいます。チャンピオンのマーク・ジョンソン、ノックアウトを狙わないで逃げ切り体勢になると、またそれもすぐバレてしまいますね。分かってしまうタイプですよね、まあ、それが正確なんでしょうね。そしてこのスタイルであります。おっと、右小さなパッチ、マーク・ジョンソンです。マーク・ジョンソンはかつて1敗だけしていますが、これはもうプロのキャリアがスタートしてプロ2戦目で負けたものです。まあ、大した参考にはならないでしょう。マーク・ジョンソン、まあ、4回戦でですね、リッチ・ウェントンっていう選手に負けてるんですね、まあ、この辺のチャンピオンになるトップクラスの選手でもデビューして間もなく負けが込み入ってるという選手はいくらでもいます。まあ、その敗北からですね、立ち直って、結局その敗北によって何を学んだからですね、
やはりその辺ボクシング的な賢さがないとトップにはいかないということなんでしょうね、うん、負けて挫折してたらダメですね。そうですね、何クソって言ってまたもっとよく練習してもっと強くなる選手がやはりその上伸びてくるんですね。負けを明日の糧にするというところなんでしょうね。マーク・ジョンソンがまさにその典型、おっとボディブローです。見事チャンピオンになりました。これが7度目防衛戦。常にプレッシャーをかけてですね、まあ、攻撃を防御にしてるんですね。だからブロッキングあまり使いませんよね。はい、トゥーシャープ。まず攻撃が防御であり、そしてそのパンチが来た時はですね、まあ、ヘッドスリップとかボディーワークをちょっと使うんですよね。またコーナーに入りました。右をまず当てます。残り1分を切ります。ただ挑戦者もですね、まあ、ディフェンシブ防御的なんですけど、ジョンソンのパンチをよく殺してはいますね。ただ持って手出したいですね。はい、おお右当たったか。右当たりました。今なんかスイング気味の打ち方なんですけど、はい、ジョンソンが自信満々なんで効かないですね。うん、またスイング気味。ボディから遠くから打つような格好になります。ホセラ・ウレアーノ25歳です。プロ20戦目。パワーには定評がありますテクニシャンなんですが、それをちょっと上回ってる感があります。ここまでのマーク・ジョンソン。右、ジョンソンの場合非常にバランスが安定してますね。そうですね。そしてこのシャープさ、口からサッカー音が出ていますので余計こうシャープという感じが当てはまってしまいます。シュッシュという言葉を漏らしながら、音を漏らしながら戦います。マーク・ジョンソン。第5ラウンド終了しました。まあ、このラウンドもそのマーク・ジョンソンのラウンドですね。はい、まあ、有効なクリーンヒットは多かったと思います。まあ、試合から外れてしまうんですけど、今口からシュッという声を音を発する選手がまあまあいますけれども、ああいうのは小泉さんどうなんですか。厳密に言うと反則なんですね。反則になってしまうんですか。はい、まあ、試合中はですね、はい、声を出したりその話したりしてはいけないんです。ところがですね、うんって言ったりするとですね、力がこもりますね。それはレフリーは結構その声出すなとは注意しないんですよね。あんまりこれが激しくなってくるとやっぱり注意はあるでしょうけれども、この程度だったらまあ注意に値しないということなんでしょうか。それはわーって言いながらですね打ったり襲いかかったりするとですねレフリーはそれは言うかも分かりませんけどね。程度の問題ですね。第6ラウンドスタートしています。 IBF 世界フライ級のタイトルマッチ、マーク・ジョンソン対ホセ・ラウレアードの一戦。ここまではチャンピオンが優位に試合を進めています。まあ、日本のですねユーリ・アルバーチャコス選手がその WBC のチャンピオンだった時にですね、マーク・ジョンソンとの対戦の話がちょっと噂に上ったんですけどね。まあ、ユーリ選手の前世時代にこれ対戦してたら面白かったと思いますけどね。そうですね、浜さん、それは名試合になったかもしれませんね。まあ、たらればですけれどもね、あのユーリ君のタイミングの良さ抜群のものありますからね。そうでしたよね。サウスポートどうだったかっていうのはまだ分からないところがあるんですよね。なるほど、そういうね組み合わせの妙というのがあります。身を出していきました。サウスポーチャンピオンマーク・ジョンソン、現在のところ、まあ、クラスいろいろな見方ができますけれども、まあ、パウンド・フォー・パウンドナンバーワンだという先ほど紹介もありましたマーク・ジョンソンです。まあ、各クラス全クラスを失めて、まあ、誰が最強かという考え方なんですが、まあ、だからそのパウンド・フォー・パウンドというのは結局まあ、不確定なもんですね。そうですね、もうじゃあオスカー・デラホヤが強いのか、ロイ・ジョーンズが強いのか、リカルド・ロペスが強いのか、このマーク・ジョンソンか、それはもう主観によりますからね。そうですね、もう好みにもなってしまいましょう。難しい問題です。ボディブロー入ってきます。ボディブロー、あ、いいボディ、まあ、今度は右から、そして今度は顔面、顔面は空を待ってるのか。トゥーシャープ、マーク・ジョンソン揺らしました。頭を当てながら、頭を前に出しながら戦っています。マーク・ジョンソン、もう完全にラウレアードは動かなくなりました。まあ、あの詰められて押し切られてますから動けないですね。動けなくなりました。おーと、こんな状態でその場面を突破しようとすると、やっぱりパワーというのは必要ですね、軽量級でも。このままではいけません。ラウレアード、もう全く回に張ったままになっています。穴蔵に入ったままになりました。リカルジャリー、ようやく出ていきます。ようやく出ていきます。
打ちやめたという感じで違う展開を図ったようなマーク・ジョンソン、今度は違うコーナーに進めていきました。これは次コーナーではないでしょうか、赤コーナーか。いや挑戦者ってほとんどに呼吸困難するような気持ちでしょう。あまさにそんな感じでしょうね。詰められてしまうとですね、息をする間もなく攻め込まれています。さあ上手残り20秒です。おー、宮川さん、ダメだダメだ、膝がガクッと折れました。まあ挑戦者もよく打ち返してはいるんですけどね、コテコング第6ラウンドを終えました。まあ、カウント9まで行きましたよね、ヌエベまで行きましたけれど、まあ、そこで、まあ、ゴングに救われましたけどね、はい。まあ、相手がプエルトリカンということで今スペイン語でね、考えたんですね、はい。ただですね、まあ、これだけその、まあ、スタミナ使う攻撃ですよね、はい。これ強引さっていうのも大変なもんですね。確かにそうですね。浜さん、この攻撃も長かったですからね。まあ倒し方知ってるし、そしてお客さんに見せるというところありますね。なるほどなるほど。おっと、立ち上がれないのか。もうグローブ外し始めましたね。もう試合放棄ですね。ギブアップですね。はい、マーク・ジョンソン、これで7度目の防衛を飾ったわけです。まあ、前回6度目が自分的には不本意な判定勝ちだったので、今回は見せて言い張っていました、マーク・ジョンソン。Fighter in the red corner, Jose Laureano, could not continue. It goes into the record books as a TKO. At the end of the sixth round, the winner. His record now 36-1 with 26 KO. And still, IBF flyweight champion of the world, T. Marcellus Tushar Johnson.6ラウンド終了 TKO ですね、はい。正式にコールがありました IBF 世界フライ級タイトルマッチ、マーク・トゥーシャープ・ジョンソンはこれで7度目の防衛に成功したわけです。いや浜さん強かったですね。いやパンチ力パワーの違いと言っていいんじゃないですかね、はい。それでは試合結果を確認してみましょう。今日も切れ味鋭いパンチで相手を圧倒したマーク・ジョンソン、強烈な右アッパーが決まり手となって6ラウンド終了の TKO 勝ち、早くも7度目の防衛に成功。そろそろビッグマッチが見たいところです。